はい、それでは炊き合わせの方が皆様のところに配られていってるかと思うんですけれども、はい、今配られていってるお酒、日本酒の方はキーマスターの純米金庫選手菊正の純米吟醸木本ですね。今日特典菊正宗木本純米吟醸、はい、炊き合わせの方は、行けないところもあったと思うんですけども、本館の方開けてもらって時間の上に行きましょう。中身の方は南京アワビの旨味、焼きナス、オクラにカニの生姜あんかけとなっております。まだ来てないところもね、ありますよね。日本酒の方は回ってますでしょうか。はい、日本酒の方は先ほど言ったようにあります。こちら、お酒のちょっとお説明をさせていただきますけれども、飲み飽きしない理想の辛口を目指して菊正宗がこだわり続ける木本作り、華やかな香りをまとうながらも木本特有の押し味をしっかりと感じられる純米吟醸は、どんなお料理とも合わせてお楽しみいただけますので、会場の辛口ですね。それで菊正さんは辛口が多いかと思うんですけれども、私もちなみに辛口大、男は甘口がいいです、ね。はい、これ正宗、菊正宗の正宗というのはの由来をちょっとね喋らせていただきますけれども、大体お酒の社名とかお酒の銘柄に正宗という使う蔵元が多くありますが、元祖は神戸の灘の桜正宗。今から300年ほど前に創業で、当時灘の地域のお酒に、なったらしいんですけど、もともとなんか何猿若とか、猿若とかスケロクとか、なんか俳優に関する名前をお酒の名前で付けてたらしいんですね。結構調べたんですよ私ね、はい。でもなんか桜正宗も紳士という俳優の名前を付けて使用していたんやけども、なんか女性的な名前かなって感じで、6代目の桜正宗の方が、ちょっと悩んで京都のお寺の方の住職さんのところにたまたま訪れた時に、なんか正宗っていうのが書かれてあったみたいなんですね。それを本当は正宗って言ったらもう清酒、お酒の清酒にかけて清酒と本当は言いたかったらしいんですけども、当時の、ね、村人たちは正宗と呼んで、今の一般の名付け、正宗となりました。しょうもないことか分からへんけど、私もまあこういうのでね、いろいろ調べるっていうことで勉強にもなります。皆さんもちょっとだけお耳に入ったら、でちょっと喋ったら自慢してもええで、私のとってもええでって感じですね。はい、はい、だからこのままちょっとこのまま全然もう召し上がってくださいね。もう私のうんちくつくよりもゆっくり食べてもらって飲んでもらって、全然追加もできますので、お酒の方も買わなかったらば是非追加でいけますので、どうぞゆっくり、はい、お召し上がりください。質問、はい、はい、私桜から聞くんですよ。桜正宗は菊正宗の話じゃなかったよね、今ね。菊正宗の正宗の話だけしただから、桜そうやね、はい、そうです、そうです、これからやってるね。ちょっともうね、そっからね、ちょっとね、あとは回ってないんで、桜正宗さんは桜正宗さんという会社、菊正宗さんとはまた別の会社なんです。だから大体正宗っていうのが平均みんなどこもつけてたんやけど、その正宗が通らなかったみたいな、ね、登録上で菊正さんは菊っていうのつけたみたいで、桜さんは桜正宗さんは桜ってつけたって感じで、その菊はどうつけたみたいな、申し訳ないそう、正宗の聖地という説明やったんですね、はい、質問ありますよ。
の時にね来てくれてるね、あのもう常連さんでほとんど毎日ねだし巻き定食食べてくれる大瀬さん、ありがとうございます。ね、中村さん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 ね、中村あのゆっくり食べてください。また次はまたね美味しいものが出てくるので、はい、すいません、うんちくでした、申し訳ないです。